では、えー、今までの辛かったことをお話ししていただいているか。はい、えー、っと、辛かったことは実は、まあ、たくさんあるんですけれども、あのー。多分バイオリンをやっていることも原因の一つだったんですけれども、あの、私の、まあ、えー、っと、両親がすごく厳しい。 家庭なんですねで両親とも高校の教師をやっていたりとかした関係で、えー、もあるんですけれども、まあ、さらにその教師でも特に厳しい2人だったあの、まあ、今でもそうなんですけどそういうこともあって、えー、とテレビをちっちゃい頃から、まあ、ニュースと子供用の漫画ぐらいであとは あのバラエティだとか、えー、とドラマだとかそういったものは全然見せてもらえなかったというところがあって、えー、と小学校の1、年生はまあ別にみんなではキャッキャやってる感じだったと思うんですけど3年、4年ぐらいになってくるとですね、あのー、なんだろう周りのみんなと話が全く合わないんですね。 で、えー、と私はどっちかというと父のに教えてもらって孔、あのー、子の論語とかをこれを覚えるといいって言われて私もそれをなんか、あのー、喜んで覚えてそれで空で言えるようになってそしたら、まああのー、褒めてもらえたりとか家ではするのでそれを楽しくやってい <laughs> ったりしたんですけどもそんなことやっていながら学校に行ってみると。 だいたいほとんどがテレビの話で持ちきりで、えー、流行ってるものとかそういう話で持ちきりなので私はもう一つも分からなかったんですよ。で34年の頃とかは、まあ、それでも、えー、そんなの知らない質問あのされて私が知らないっていうとみんなが喜ぶみたいなそういうかか感じだったんですけども56年生になってくると結構な,な,なんか。 まあ最初は仲良しだった子たちが急にある日突然全員私のあの挨拶を無視みたいなことが始まったりとかあとはそうですね半年間ぐらいかな私はずっと親に隠してそのいじめられているっていうことを隠してたんですけどもあるひょんなきっかけで私がこう涙を流してしまったのをきっかけに親に知られるようになるまで。 半年間ぐらいずっと,、まあえー、と学校でいじめに遭っていたとか、まあ、そういうことはつらかった経験かなと思いますね。あのちょうどその私が小学校56年の頃っていうのがなんだか集団でリンチみたいなのっていう言葉がなんか流行っていたりだとか、えー、とちょうどその小学校の 5年生だったと思うんですけれども、まあ、ちょっと強い女の子たちの集団がありましてそうすると先生の教え方が悪いとか言って先生もいじめちゃうぐらいのなんかそういう感じの、あのー、子たちがいたんですねでもう先生も何も言えなくてで私が一度こういうことになってて助けてほしいって先生に言ったことがあったんですけども。 先生がその時にあのそれは私の私が、えっと、思い違いをしててみんなが冗談でやってるのに私が本気にしているだけで私が悪いって言われたんですよ。であもうこれは私なんだろうなどこにも助けが求められないなと思ってなんかそこでこう悟りを開いてしまってであの、まあ、自分で対処して。 したりとかあとまあその親に知られてからはちょっと問題になって、えー、とそのいじめはい、終了はしたんですけどもそのぐらいからですねもう輪の中に入らなくなりましたその女の子ってよくこう群れで行動するんですけどそういう輪の中に入らずにその時はなんとなく仲良くやるんだけどじゃたねっていう感じでちょっと一歩。 弾いてしまうみたいなそういう風になっていったかなっていう感じです、まあ、そんなこともあってそうですね小中学校ぐらいまではあの本当に周りと話が合わなくてあ,のあと流行りの言葉もわからなくてっていうなんかそういう感じでしたねあの高校生になると私は音楽 普科の高校に行ったのであの普通科が9クラスあって1クラスあの音楽科のが、えー、あるクラ、えー、学校に行ったので、まあ、そこに入ったらピアノの子とかバイオリンの子とかもう全員が音楽をやっている子だったのでそこでまだあのちょっと救われたんですけどもそういったことがありました。なるほどそれはちょっと と聞いてても苦まあでもあのそ,れそういうあの経験があったことで私はかなり強くなれてると思うのでそそれはいいうなんですよ私はその経験があってすごく強くなれてあんまり何があってもまあ多少はあの打ってこう傷ついたりとかあるんですけども。 何があってもなんか動じなくなってしまう <laughs> なるというかあのそういう、えーとまあ、気質になったりとかあとはその周りの意見にあんまり左右されない私はこう思うっていうのをあの、まあ、持つようになったかなっていうことも、まあ、その経験を通して、まあ、私は成長できたと思うので。 私のことをいじめてきた子たちも、まあ、その主体になってる子のことは私はやっぱりあの許,す許すっていう気持ちがあまりないんですけれども周りの子たちも何だろうその環境の中で自分をやっぱり守っていかなきゃいけなくて私を例えばマリちゃんを助けたいって思ってくれてるなんかその。 表情であ悪いなっていう表情をした子もいたんですけどでもそこで私を助けると自分が今度やられちゃうっていうのも、まあ、私も分かったので、まあ、それもしょうがないかなっていうふうに思ったりしています。そうでですすすよね、はいうん、なんかかごくく納得して <laughs> 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 いやー分かりますでも強く 強い方向に迎えて良かったですね。それそ,うです、ね、その後ね、うん、はい。そのまま辛い人生になってしまったらちょっと可哀想すぎますね。<laughs> でも今だから、そうですね、うん。だから今こうマリアンヌさんがいるわけで、そうですね。うん、あのやっぱりその経験もあってバイオリンは続けてこれたと思うんですよ。なんか昔辛い思いをして。 それでもバオリンを、まあ、バイオリンをやっていくために辛い思いをしたっていうこともあったりするのであの人と遊べなかったりとかもう年に12回ぐらいしか遊べなくてだから遊び方も分からなかったりとか、まあ、そういうのもあったりして、えー、とそこまでしてバイオリンをやってきたんだからバイオリンでなんとかしなくちゃっていうそういう気はすごくありました。 でも、そういう,こう孤立したマリアンヌさんがいたから孤立したマリアンヌさんが自分の中で作り上げてきたそのメルヘンの世界メルヘン、ヨーロッパでいうね <laughs> メルヘンの世界をこう自分の中で構築してきてそれを表現するようになったっていうのもやっぱり自分の世界をうん確立してたからだと思いますよね、そうじゃないとやっぱり皆さんに合わせてしまってそんな表現は難しいかなと思いました。確かにそそそれはそうですねその まあ、みんなと同じテレビ番組を見てみんなと同じ曲を聴いて,ってやってきたらもしかしたら私この活動をしたいって思わなかったかもしれないんですあの、まあ、ちっちゃい頃もそれ、えー、とポップスとかもあまり聴けなかったけれどもでも興味はあったから私夜中にこっそり起きてあのなんだろうケーブルテレビの,の MTV とか今もあるかと思うんですけれどもとかそういうのをこっそり見てその時に 聴いた音楽ってすごく私印象にあの今でも残っていてすごく私の音楽に影響をあの与えていると思うんですけども普通にしてあの生活していたらこういう気,気持ちっていうかこういうそうですね活動をしなかったかもしれないって考えると、まあ、それも含めて、まあ、結果良かったかなっていうふうに今では思っています。そうですね 後で考えると、はい、ちんとちとなりにいくとなっているわけですねそうです、はい、<laughs> ありがとうございますでは、えー、マリアーヌさんの喜びとしてのバイオリン演奏伺いたいですはい喜びとしてのバイオリン演奏はうん、バイオリンも演奏していて良かったなとか嬉しいなっていうふうに思うことっていうことで あのお話ししたいと思うんですけども、えー、とまず、うんとまあ、個人的なというか私自身のことで言うといい音が出せた時ってもう本当に単純になんですけども美しい音が出せた時、えー、なんか今までできなかったことがパッとなんかある時急にできるようになったりとかするんですけどそういうのができるようになった時はあのもう自分 自分の成長がすごくそれ感じられるので喜びになりますしあとは、えー、とお客様がいてというところでの演奏のことで考えると、あのー、例えばお客様が私の演奏を聴いて何かを思い出して感動してくれたりとか、えー、と何か辛いことがあった時に救われたって言ってくださる方もいたりとかそういう、あのーえー、と感想とか。 いただいたときにすごくあやってよかったなというかあのー、すごく喜びを感じます。いいですね。それはすごいですね。はいうん、演奏する場所マリアンヌさんにとって、はい、演奏する場所ステージがなくなるということを教えてください。はい。 えーと今、そのコロナで、えー、とステージに立つってことがほとんどなくなってきているんですけれども私はですね今後、まあ、コロナが収束したりだとか、えーとまあまあ、ちょっと年月かかるかもしれないんですけれどもあのきっとまたステージに立つっていうこと、まあ、ステージが。こう あの復活してくることっていうのはあの日はやってくると思っているのであの全くなくなるっていう風にはなんとなく私はあ,のあまり危機を感じていないんですねで、えっと。もし私にお声がかからなくなったとしてももし、えっと、人からこう出てくださいっていうものがなかったとしたら私は自分で。 ステージを作っていく気がしていて、まあ、自分で企画して会場を借りて、えー、やればまあいいかなっていう風に思っているので、まあ、今そのもちろんステージがないというところで何を私があのそれでも何か活動し,しなきゃいけないなっていうか活動したいなっていう、えー、思ってやっている。 いることの一つに、えーまあ、仕事も皆さんそうだと思うんですけどだんだんオンラインになってきて、まあ、もちろんあのオンラインで伝える音楽はやはり生のものと全く違うんですけれども最近はその、まあ、少しでも伝えるっていうことはあの止めないようにというか、えー、続けています。 継続してやっていくことが大事かなって思ったりしているので、最近はその配信でライブというか、えー、をやったりというのは企画して、えー、とやっています。で、と、そうコロナがあの蔓延してきてみんな自粛自粛ってなって、えっ、ー、と演奏がどん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 なくなっていった時確かにすごく怖かったんですけれども、うんと、私 いい機会だからこれは練習をした方がいいんだと思って <laughs> で、えっと、結構練習を、あのー、普段取れてない時間というか練習に避けなかった時間をもうちょっと練習に回したりとかしてもう技,技術を習得するのもこの年になっても、あのー、やったらやっただけ返ってくるっていう風に思っているのでまあいい機会だから練習しようって思いました。 プロブレスもでも新しい企画というか発想で練習なさってますね。あ、そうですね。<laughs> とてもいい練習というかあの配信させていただいてます。でも YouTube でものあの拝見しましたけれどもあれは、はい、あのコンサートの中あの録画ですか？あ、y o u t u b は。うん コンサートの録画を、まあ、ちょっとだけ切って、えっと、載せたりしていてあまりあのまだ私 YouTube 全然あの登録してくださっている方も少ないのであんまり YouTube にそこの力を入れられていないんですけれど最近はですねあのプロ r レスっていうオンラインサロンに入ったこともあってそれで全然使ってなかった Facebook の,あの機能もすごく あ、こんなことができるんだなっていうことを思って、最近では私自分のフェイスブックページっていうのもあるので、そこであのえっ、ー、と配信ライブというかフェイスブックライブっていうのを最近はあのー、定期的にやるようにしています。拝見しました。<laughs> あ、ありがとうございます。<laughs> いいですね、そういうこう前向きに自分で発信していくっていう気持ちで行動されてるっていうのは。 そうですね、なんか何かあの前に進めることをやらないと気が済まない性分でこういじけてなんかうじうじしている日も、まあ、あったりするんですけども何かしなくちゃって言ってこう活動するのは結構得意というかあとはあの私、すごい頭が悪いのか分からないんですけどすっごい忘れるんですよ。なんかあの もちろん全部が忘れられていないかもしれないしすごい嫌だったことももちろんあるんですけどもなんかこうパッと忘れてなんかなかったことにしてというか次に行こうっていう,こう何かを始めるっていうことはすごく得意なのでなんか行き詰まったらまた始める行き詰まったらまた始めるっていうようなことをやっているのかなって感じです。 なんかすごくいい性格ですよね <laughs> あのこれ変な話なんですけど昔あの自分のことをちょっと知りたくてあのなんだろうこうスピリチュアルな人のカウンセリングっていうかを受けたことがあったんですけども、まあ、いろいろ言われた中に私はそのなんだろ、まあ、ぜ前世とかあの今世とかある かかどうかっていう話もあのちょっとよくわからないとこかもしれないんですけどもあの昔のことを全部置いて忘れてきてるタイプだからあのすごくいいっていう風に言ってもらったことがあって確かに私はそういう性格なのかもしれないなって思っています。